4人対戦だー。コラボじゃー。ニアプヨテと1ヶ月ぶりかよ。めちゃくちゃお久しぶりです、皆さん。ゆうすけです。霊夢です。マリサだぜ。というわけで今回はコラボですね。まあ長い期間やってなかったのは一旦置いて。今回はコラボなんだな。しかも結構豪華なメンバーじゃないですか。僕と同じゆっくり実況を投稿しているキトリさん、そしていろいろなぷよぷよの実況を投稿している講師さん、そして最近勢いのあるぷよぷよ最強 VTuber の切ないトラさん、そして僕を加えたこの4人で前のアプデで追加されたとことんモードで対戦します。とことんぷよぷよ、とことんぷよぷよ、とことんフィーバー、とことんちびぷよですね。なるほど、その3つで勝負ってことか。っていうかお前そもそもぷよぷよやってたのか。対戦はあまりやってなかったですね。ただとこぷよは少しやっていたので多少は戦えると信じて連鎖を組んでいきます。自分を信じることが勝利につながるんですね。そういうことです。あれ、この実況ってこんな雰囲気だったか。っていうかね、とことんぷよぷよの対戦ってどういうスタイルなんでしょ。制限時間が120秒あって、その中でどれくらい消せるかの勝負らしいな。なるほど。っていうか形がやべえな。土台はともかく2段目が鍵済みチックになった。そしてクイックドロップが慣れない。今回はクイックドロップありにしているのね。ちょっと真ん中の青が嫌ですね。これだとあまり火力が出ない気がする。ちなみに他のミヒトの土台はどんな感じだ。ひとりさんはあれですね、横2の先折り GTR、 たまにデルタとか言われている形です。講師さんは割とスタンダードな形ですね。でトラさんもデルタ GTR の形を使っています。もう僕はこの形じゃ無理だと思ってセカンドに任せることにしました。あ、そうか。何も一回の連鎖で勝負しなくてもいいからな、このゲーム。ただ、何を隠そうこの私、セカンドが下手くそなんです。知ってる、知っているぜ。いや、反応薄いなお前ら。っていうか11連鎖打っただけなのにめっちゃ得点高くないですか。あれじゃね、とこぷよ専用の得点があるんじゃないか。ぷよしぽのスコアアタックモードみたいだね。あ、確かにちょっと感覚似ているかもしれない。11連鎖で甘えた私、あっさりエトラさんに抜かされてます。とこぷよで11連鎖は甘えたね。まあまあ。まだ1回目だし、操作も慣れていないってことを考えればね。っていうかこれ何も連鎖ないじゃん。どうしてこうなった。わからん、普段不定形組まないから途中で混乱したわ。はっからしつことをするも。5連鎖止まりだなこや。いや4連鎖ですけど。4連鎖ですね。自陣把握もあまりできてないじゃないか。残しが使いにくいよ、連鎖のために変わってよ。技術力がないものの末路である。いや、これ本当に最初が11連鎖だったのが悔やまれるな。無理しても両形にして高火力の連鎖が打てればよかったな。ひとりさんは少し本戦に苦戦していますね。講師さんは本戦発火に成功して、エトラさんはセカンドの10連鎖を打ってきた。ひょっとして残り時間で逆転するのは無理じゃないか。あ、気づきました。点数がいつもと違うから目安が立てにくいし。講師さんの連鎖は結構でかいな。うん。僕の脳は考えること放置した。それは草。なるほどね、よくわかった。ファーストが大事ですね、このゲーム。本当にわかってるのか？は、お前何やってんの？青が来なくて終わりました。得点で勝つとか負けるとかのずっと手前で敗北してる。なんか全然連鎖打てないので無理しないで単発で形整えちゃう作戦でいきます。まあそれもありじゃない。連鎖日はツルカメチックな形になりやした。まあ大幅には崩れていないから問題なさそうだな。ここに来てキトリさんと講師さんは階段積みをやっていますね。トコプヨならそれもありですよね。ただ僕の作戦は何回も大連鎖を打つっていう作戦なので比較的効率のいい積み方でいきます。でもセカンドが下手くそだから今のところその作戦は裏目に出ているんじゃないか。うるさいマリサ。あ、そうすか。これはあとは赤さえつければ本戦を打つことができますね。連結が多いから回収率はそこそこだけど、それでもデカそうだね。よし、発火だぜ。何連鎖あるでしょうか。あー、15連鎖だー。60万点近く入ったね。これはほぼ勝ちか。いや、エトラさんがセカンドを組み始めているから、これは僕も少しでも稼がないとダメですね。あ、操作ミスっぽいね。でもキトリさんと講師さんは階段だから高火力であることが予想されるので、私はセカンドを組み続けます。
最後の方壮大なオブジェが残りましたが、一勝はできた。よかった。というわけでお次はぷよぷよフィーバーで対決。とことんフィーバーね。あ、ちなみに先ほどのとことんぷよぷよはカットしている部分が多いので、もしかしたら他の方の視点でカット部分の試合が見れるかもしれません。概要欄の URL からいけると思うんだぜ。さてぷよぷよフィーバー、僕の知識だととりあえず伸ばせということ。初手デッキ連 GTR の形だから比較的伸ばしやすいんじゃないか。こっからわからん。でもこれ結構良い伸ばしできたのでは。それでもタイムが一番少ないという謎。普通のフィーバーならともかくとしてとことんフィーバーは専用の立ち回りが必要なのかも。もしかして伸ばしとかしないで普通に消していく方が前方として有利だったりします。多分このまま行ったらお前最初にやられそうだな。終わりましたね。しかも途中いろいろあってそんな連鎖稼げなかったし。圧倒的点数差でした。あれ、一人3点数的には1位なのに4位になっている。タイムアップ以外で終了すると強制的に再開になるみたいですね。フィーバーは長期戦になりそうだな、こや。ちょっとじゃあここで立ち回り変えます。伸ばさないで消していく前方です。これってあれだな、最初の段階で連携し取れるか運要素あるな。あ、みんな連鎖の種が同じなのかなと思ったら違うんだ。おい、これも連携し取れないじゃないか。この段階で同じ戦法を使っている一人さんと孔子さんにタイムで負けているという。素直に発火しようと思ったら発火できないツモばっかり来るのひどい。でもその後なんやかんやありましてこのゲームは勝てました。いや勝ったのかよ。3試合あったんですけどフィーバーは1試合が長かったのでがっつりカットしちゃいました。お次はラストチビプヨかな。そうだね、やっていきましょう。さてさてチビプヨでございます。チビプヨ、めちゃくちゃ小さい。チビプヨもクイックドロップがあるんだな。さて、どういう立ち回りで行こうかな。階段や鍵積みといった定型を使うのか、それとも不定型で行くのか。それよりも3個や4個のプヨの扱いに慣れてないからそこが難しいっていう。とりあえず、お前は鍵積みで行くのか。そうだね、階段より少し柔軟に組める鍵積みで組んでいきたいと思う。いいね。っていうか普通にチビプヨ難しいんですけど、ちなみにお前はチビプヨ初体験か。そうなんですよね、多分まともにやるのは初めてなんじゃないかなと思う。初代プヨテトでもチビプヨモードはあったけどあんまり触らなかった記憶があるし。あ、でもプヨプヨ7の大変身モードは結構やっていた記憶があります。大変身モードとか懐かしいな。あのモードってプヨプヨ7だけなんだよね。他の作品に収録されないよね。さて、残り時間もなくなってきました。これはそろそろ発火しないといけないですね。色が来ないと困るのでもう発火しちゃいたいと思います。いやー負けた。7万点差。これは惜しい。回収率が一人さんの方が上でしたね。連鎖ギガマルチで稼いでいたとはいえ結構適当だったからな。ガチガチの階段で連鎖数を稼いじゃおう作戦。鍵がダメなら階段ってか。さっき鍵積みやって思ったんだけど3個や4個のプヨがさばきにくいわ。あー、なるほどねー。階段ならそれらのプヨをもっと活かせるかなと思って。って言ってたんですけどそもそも発火できなかったです。それは草。これ結構いい形組めているように見えるけどな。それだけにちょっと惜しかった。階段と鍵積みのどっちの方がいいのかな。今回は鍵積みを使ったエトラさんが一番得点高そうだったな。やはり時代は鍵積み。いや時代まで鍵積みにするな。もう怖い。時間がたくさん余っているけど発火しちゃう。おお、20連鎖きたー。少なくともお前は階段の方が向いてそうだな。ツモパターンもあると思うけどね。まあでも調子が良かったのはこれだけで、あとは発火できなかったり暴発したりでした。
いや20連鎖が一番の見せ場だったの。はい。もう僕の出番は終わりました。いやみんなすごいな。よく安定してくねるわ。他力本願コラボだ。まあというわけで今回はこの辺で終わりたいと思います。今回はたくさんのモードをやったので結構詰め込みすぎちゃいましたが、ひとりさん、孔子さん、エトラさんとコラボできて楽しかったです。もしかしたらこういう4人対戦のコラボは今後もやっていくかもしれないからよろしくだぜ。そして他3人の視点も同時にアップされていると思うので気になった方は見てください。概要欄の URL からいけると思います。それではご視聴ありがとうございました。